こんにちは。50代60代の女性のお役に立ちたい、きのです。この動画では、キャンバーを使ってできることや、基本的な操作方法を簡単にご紹介しています。デザインが苦手でも大丈夫。キャンバーは初心者でも使いやすいツールです。誰でも簡単にデザインが楽しめるので、ぜひ一緒にやってみましょう。こちらの動画では、 キャンバの登録方法をご紹介します。まだキャンバを使っていない人は、ぜひご覧いただき、ついでに登録を済ませてくださいね。誰でも簡単にプロのようなデザインが作れるツールがキャンバです。キャンバでは SNS の投稿や ホームページやブログのアイキャッチ画像を自分でおしゃれに作ることができます。すでに世界中に月間6000万人もの人がアクティブユーザーとなっています。では、早速登録の方法をご説明しますね。まずはパソコンから登録をしてみましょう。キャンバの公式サイトにアクセスをして、画面の右上にある登録ボタンをクリックしてください。こちらと同じような画像が表示されます。 アカウントは Google アカウントや Facebook アカウント、メールアドレスを使用することができます。他にも Apple のアカウントでも登録ができます。さらに LINE アカウントでも CANVA に登録ができるようになりました。今回はメールでの登録方法をご案内いたします。他のアカウントでの登録方法もほぼ同じですので参考にしてくださいね。 メールでの登録の場合は画像にあるようにお名前、メールアドレス、パスワードを入力してください。お名前はニックネームでも構いません。入力したメールアドレスにキャンバからメールが届きます。そのメールの中にキャンバへ入るリンクがありますので、そこからキャンバにお入りください。キャンバに入りましたらキャンバの利用目的を選ぶよう案内が出てきます。 ここで迷われる人がいますが難しく考えないでください。私の場合は個人事業主なので個人を選択しました。個人を選ぶと入力項目が他のものよりも少なめなので先に進めやすいです。スマホでも Canva を登録してください。Canva のアプリをダウンロードしましょう。私は iPhone ユーザーなので iPhone での登録方法をご説明いたしますが Android でででも同じような流れですので参考にしてくださいアプリを検索する検索窓から「Canva」と入力をして検索をしてくださいそして Canva のアプリを開きますするとこのようにトラッキングの許可を求めてきますトラッキングとは端末 ID 情報の取得について同意を求めるものです 効果的な広告の表示に利用されるのですが許可しても許可しなくてもいいのでどちらかを選んで先に進めてください次にクッキーの許可も求められてきますクッキーとはあなたのスマホやパソコン内のブラウザに保存されている情報のことですユーザーのアクセス履歴の情報が記録されたファイルとなるものです クッキーを同意しないとどうなるのでしょうか同意しないとサイトやアプリは利用できません。クッキーを許可してください。パソコンでもクッキーの許可を求めてきた場合は、クッキーの許可をしてください。次にこのような画面が表示されます。先ほどパソコンではメールアドレスで登録をしたので、こちらでも同じメールアドレスで登録をします。パソコンでの登録と同じメールアドレスにしてください。 Facebook アカウントでの登録をした場合は Facebook アカウントで登録 Google アカウントで登録をした場合は Google アカウントで登録をしてくださいスマホとパソコンのアカウントが違っていた場合作ったデザインの動機がなされませんスマホでアカウントを作って忘れた頃にパソコンで別のアカウントを作ってしまったりすると作ったはずのデザインが消えてなくなったというようなことになりかねません 登録はパソコンもスマホも同じアカウントでしてください。この動画を見たついでにパソコンもスマホも登録を済ませてしまいましょう。スマホで写真を撮って画面の大きいパソコンでデザインを作成、スマホでダウンロードをしてインスタグラムに投稿をするなど使い方はいろいろと広がります。パソコンとスマホの両方のキャンバーを使うととっても便利です。いかがでしたか キャンバの便利な機能でデザインがもっと身近に感じられたら嬉しいです。気に入った方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。キノでした。